君の姿を見るたびにドキドキが止まらない。おはようございます、青春の旬です。今日は、僕とフーチでの対決企画にしました。なんか一人寂しいな、こんな感じない。まあまあまあ、いつも二人やな。まあそうやな、うん、で、僕が夕方まで今日ちょっとオフやったんで尼崎に来てます。で、フーチが夕方まで仕事なんでちょっと別撮りになっちゃうんですけど、まあそれはそれで面白いかなっていうので尼崎、まあルール説明なんですけど、3レース、5万円、総投資5万円勝負なんで、3レースで5万円以上はかけないといけない。で、買った分も使っていい。で、回収率勝負にしました。ちょっとフーチと戦うっていうのが俺、あれ結構前やんな、だいぶなんちゃうかな。しかも僕は夕方までなんで尼崎協定で、フーチは住の協定でやる。で、3列勝負で、俺が先行やから、でもフーチにも言わんとってな、結果は。結果やろ、うん、結果はもう完全に黙っとく。で、フーチが編集する段で気づくっていう。あいつは知ってしまうけど、まあ編集の段でな、うん、シュンは動画上がるまで知らないっていうことになっちゃうから。そういうことやんな、怖いよな。で、一応罰ゲームもまあちょっと今回カメラマンが考えてくれるみたいなんで、とりあえず罰ゲームはね、まあまだいいかな、フッチと一緒にエンディングでちょっと発表させてもらおうかなと思ってる。ソフトのやつ、ソフトのやつ、今回はもうすごいソフトのやつ。楽しい、優しいぐらい。ああ楽しいぐらい、楽しいぐらい。ああほんなんやな、みんなで楽しめる罰ゲームをちょっと今回用意してるから。センスありますね、それも動画に上げれるし。そうやな、うん、なんか俺協定上最近、まあ、メンバーで来るやん、いつもフーチも、うん、なんか心細いな。こんな感じなんやな。まあ、みんな他の YouTuber さん大体こうやん。そうやな、うん、こんな感じなんや、一人でこうカメラに向かってしゃべる。まあとりあえず今日は、まあ、仲間内やからちょっとガンガン煽ってったろったらと。動画上でな、動画上でガンガン煽ってったろと思ってるんで、とりあえず中入ります。お願いします、頑張ってください。おいっす、夜中にいきなり使われんじゃん。今日の僕の軍資金です。とりあえずこのレースは、まあ、結構予想した。とりあえずもうフーチには取れてないわ、こんなレース。よかったな、俺でフーチ、うん、ちょ入れるもんちゃう、取れてないわ、こんなレース。よかったな、俺でフーチ、うん、ちょ入れるもんちゃう、うん、ちょっと恥ずかしいわそれ。夜中にてなわけで、尼崎6レース、すごい、一っ子一人おらん、貸し切り。貸し切りちゃうかこれ。とりあえず、回目発表。3号手がとりあえず強くて、しかも今日の尼崎もとりあえずなんかもう3の、まあ、3コース、まあもともと尼崎いいんやけど、まあ今日は特にって感じです。で、強い選手もなんか3号手多くて、まあ今回もそんな感じでした。1313の46、これを各2000と、3号艇絶対まくりに行くんでスタートもいいんで、 2号艇絶対遅れるような感じなんですよ。なんで、3号艇まくりに行って1の流れた時の一応押さえです。4の13の136、これが1000で、あとまあこれ両方かぶってる回目もいっぱいあるんですけど、134ボックス、これ1000で18000、まあ5万円の3レースやから、だいたい当分で行けば1万7000ぐらいか。まあ、なんか勝負してるよな、結構、うん、だいたいさ、最終レースで勝負するやん。なんか結構自信ある。おい、見てるか、フーチよ。やれんのか、お前にこの回目が。まあちょっとレース終わるまでやめよう、やめとく。大体硬いけどな、取ってから言うわ、取ってから言うわ。って中で、お願いします。夜中にビールやめられへんな俺、タバコ…またポンコツになるんじゃん。なあ、怒られる。でもタバコか、俺、ビールか、酒かって言われたら俺やっぱタバコやめるわ。吸ってない。あ、そうか、吸ってない。そうか、忘れた。もう酒はやめへん。あ、そうか、一生やめへんってことは、やめへんってことか。そんなもんないこと堂々と言おう。これが最高なんよ、ビール飲みながら水面みたい。よし、あれ2号艇遅れてないか。遅れてる。はい、いける、いける、よし、よし、よし、限界通り、限界通り、よし、いけー、まくってけ、よし、負け、よし、させ、じゃあ、じゃあ、ちょっと待って、それは無理、ちょっと待って、なんかな、なんとかなら、もう無理、いける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 、4が内から、
入って3が回ってくる。あれ、あれ、ないか。嘘やん。夜中に選手が、はいはい、ちょっとこう、先ほどは藤田さんすみませんでした。無理や、あれはさすがに予想できひんかった。すぐ謝る。一瞬、おい、ここで終わりやと思ってんちゃうぞ。今からやからだよ、とっけど。てなわけで、今回ちょっと自信あります。この船剣の鬼がめちゃくちゃ予想しました。障害数値大幅マイナスですよ。てなわけで、2号艇4号艇が、2号艇池田博美選手、4号艇深川選手で、とりあえずモーターもいいし、もう鬼に金棒っていうような状態です。なんで、24頭オッズめちゃくちゃ安いで、イン逃げ逆に言うとめっちゃ安いてなわけで、じゃあこれでいいんじゃないかっていうので、124ボックスが、1000で、24の2差しの、124、まあ、3着争い、3号艇はさすがにできひんなっていうイメージです。これが、1000で1万2000で最終、まあ、最終というか3列目に2万円置いてるイメージ。そうですね、まあ、これ俺正直結構自信あるけど、お前らできんやろこの買い目がよ。分かってんのか、おいおいおい平田さんよ。っていうなら42の俺は穴を開けてるから、よっしゃ行け、よっしゃ、さあ、あ、じゃあ、2号艇じゃない、あ、じゃあ、2号艇じゃない、あ、じゃあ、うわ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 、よっしゃ、4号艇刺さる、バッチン、よし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 、どの形でもいい、どの形でもいい、3点抜け出した。一番お手高い方法で来てくれって考えたら、124か、124、142か、よし、取った、とりあえず取った、一周リバース、逃げてるやろ、もういいって、もうやめてくれ、やめてくれ、ちょっと待って、え、やばいよな、これ、これ赤いやつやんな、よいちゃん、赤いやつやんな。ちょっとほんまに頼む、行け、差し込め、あー、パクるか、いけるいけるいける、いいターンしろ、いいターンしろ、よしよしよし、俺4人行ってやったらダブル取りやねんな、ダブル取りやねん、あ、そっかそっか、そうやねん、ダブル取りやねん、ダブル取りやねん、こっちやったらダブル取りやねん、頼む、きついな、ちょっとちょっときついな、よし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 、俺4位置にやったらガミるんちゃうか、これ、それはないか、行け、差し込め、行ける、あー、引きなくなった、夜中に、先ほどはお見事でした俺、やっぱ寂しいな一人ってなんか虚しいな。とりあえず、これとりあえず勝負の3レース目、最後のレース、めっちゃ難しくて、結局まあいい逃げそうやけど、3号艇に松本明恵選手おったりとかで、2号艇の選手も、武藤さん、綾子さん悪くないし、でアウト勢もなんか今節見たらちゃんと船剣が並んでるし、ただ向かい風 6m やしで、もう結構グリグリになってんけど、まあ、やっぱりもう強いところでちゃんと勝ちに行きました。13の134の1234、これを各2000、8通りですと、1日3ボックス、これ各2500円、だかぶってるところはもちろんあります。だ高めで来てくれたら嬉しいなっていう感じですね。4号艇の選手な、モーターめっちゃ良くて、ただなんかうまいこと乗れてないんかなっていうような感じも見受けられたし、まあでも結局因果は決着になるような気すんねんけどな、どう思います？ 6m やからな、なここまでやっぱり 1,2,3 ボックスで勝ってや勝ってるやんっていう、そうやね、結果やからね全部。いや何が、俺フラグ立てんの嫌やからあんま言いたくないねんけど、黄色い線香、その1,3 流しなんで買わんかったんやっていう、あ、1,3 流しだけがずっと気になってる。まあでも2点優勝外してるとしても50%買っとく、買っとく、追加1枚残ってる、1枚残って、あ、俺らでデスメ、デスメ買っとく、そうやな。そうで、今日の結局最終が、まあ、これもし取れへんかったとして、まあ、取れるけど、1万と100円残りなんで、5万円投資の1万と100円残り、ただ
前の福岡もなんか見た。おはようございます、ワンフォールのフチです。しゅんさん、カメラマンさん、僕の知らない方を動画に出すんでしたら事前に報告をください。以上です。逃げそうですね。あーでも2号艇の方見てる。あーいける、2号艇出てますね。いける、やめろ。じゃあ3号艇、赤い差し口作るな。あーどうなってる。あかん、ちょっと待って、それ一番赤、その位置にいいよ。ほんまやめて、ちょっとなんか胸が142やったら OK。 じゃあ142で来てくれ、頼む。内から回れ、外は無理やって。うわぁ、うそやぁ。おおおおおおお、よしよし、それならいい。一輪差ある、一輪差ある、そっちやったらいいぞ。よし、もう守りやろ、頼む。これでも神るんやろな、俺これ絶対神やろな。ちゃあかんて、無理せんとても。よし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 、13にならんかな、無理無理かな。モーター出てる感じだったけど伸びてましたよね。まあ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 、取れたからよかった、とりあえず。よし、なあ、先か惜しいねんけどな、ダブ撮りできそうで結局ボックスの方しか撮ってないっていう。まあでも取れただけいいや、頼みます。50倍ついとけ。まあ無理やわな。この投票券あ、すいません、余計なもんと23,750円。俺何もかけたって言ったとき30,000円か。30,000円、あ、ちょっと髪切ったんか。ちょっとお疲れ様です。まあ、どうやった、どんな感じなのこれって。なんとも言われへん、まあ、負けてるからさ、その敵がわからんからな。そうやね、敵がわからんから、どんな感じのテンションでいったらいいかわからんけど、まあ、とりあえず負けたことは普通に悔しい。とりあえず残金が33,850円なんで16,150円負けか。負けてもうたけど、だってフーチが1レースも当てへん可能性も全然あるわけや。3レースしかないからの、そのそうやろ、うん、レース自体で、まあそので5万円やただ一発目に割り貸しへの取ってもうたら、そうやね、そうやね。でもあいつ守りにいかんと思うね、残りの2レース。その攻めると思うね、普通に。いや、めっちゃ聞かれてたもん、何も残してたんあいつとか。まあそれは極秘で、じゃああいつらツッコみそう、なんか1レース目で取っても。だからなんか結局最終レース勝負になりそう。シューマどっちが嫌、負けんのが嫌か罰ゲームが嫌か。いや負けんのも嫌やし罰ゲームも嫌やし。おいフーチ見てるか、おいお前どうせ3レースも当てられへんねやろな。俺は2レース当てといたから、まあ動画的にはちゃんとなるか。どう、こんなもんでいいか、煽りは。次回予告ということで、風痴編、旬のしょうもない動画、ご視聴ありがとうございました。次回風痴編です。この風痴編が上がるときにはプレミア公開するんで、その時に旬と皆さん同じタイミングで見てもらいます。コメントで旬がワンホールのアカウントでコメントするんで、よかったらぜひ一緒に見てください。勝負の行方はいかにね。